はい、皆さんこんにちは、お盆明け最初の土曜日、今現在群馬県の方に向かっております。今日はね、ちょっと焼きまんじゅうを食べに行こうかなと思ってます。焼きまんじゅうって何っていう人もいると思うんで、一応説明しますと、まんじゅうって聞くと、まあ、中にあんこが入ってるものを多分想像すると思うんですけど、焼きまんじゅうっていうのは両面がこう軽く焼かれてて、この味噌だれをねつけてある食べ物なんですよ。結構甘いです。まあ、僕はね、これを初めて食べたのが小学生ぐらいかな。その頃に初めて食べてすごいねハマっちゃって、まあ、それからね、地元の屋台でもお店があったらね結構食べるんですけど、あんまりね地元の友達の評判は良くないんですよね。なんであんな美味しい食べ物の評判良くないんだか俺にはね全然理解できないんですけども、車の免許を、まあ、取るようになって、それからね車で群馬県に来た時に美味しい焼きまんじゅう屋を探すっていうのを一人でまあやってたんですけど、見つけたんですよ。今日休みじゃなければいいな。あ、でも焼きまんじゅう食べるのも結構久々ですね。最後行ったのは今年の1月ぐらいですかね。コロナの前に1回行った記憶があるんですけど、そう、ずっと前に一人で行った時に若い女の子2人組が写真を撮ってたんですよね、そのお店とかを。で、あー、きっとインスタ映え目当てで来てるんだろうなと思って、まあ自分はその後一人で食べてたんですけど、2人で4本注文してたんですよ。焼きまんじゅうって結構大きくて、多分大人の男性でも食べれて3本、僕は今もう2本しか食べれなくなっちゃったんですけど、女の子で2本食べるっていうのはなかなかいないと思うんですよね。多分その人たちは焼きまんじゅうはどういうものかを知らなかったんだと思うんですよね。で、出来上がったものを見た時に聞こえたのが、えっっていう声が聞こえてましたね。果たしてその子たちは4本食べきれたんですかね。ぜひね、皆さんの私はこれで好きですっていうね食べ物があったらね、ぜひ教えていただきたいですね。ちょっとね、もしかしたらね食べに行くかもしれないんで、よろしくお願いします。はい、着きました。ということで、あんまり車は止まってないかな。いかがだったでしょうか。今日はね朝ごはん食べちゃったんで1本しか食べなかったんですけど、いや、やっぱいつ食べても美味しいですね。割とねお店の雰囲気も落ち着いてるんで、リラックスしたい時とかにぜひお立ち寄りください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。